ベテランチは次の総裁選誰を支持しますか？え？別に俺が誰支持したところで自民党内であれするんちゃうの？え、そう、え？次の総裁選ってあれやんな。自民党の党員が投票して決めるやつやんな。ちょっとわかんないですね。あんまりその、悪口とか言わない人、優しい人がええな。やっぱ、僕たちのその国を守って税金を預かってっていう仕事やから、その、僕らの気持ちがわかる人がええな。ジジイみたいなこと言うけども。河野太郎はやっぱすごいよな。インフルエンサーやからな。ちょっと怖い部分もあるな、だから。なんか河野太郎はツイッターとか YouTube とか上手すぎて怖いよな、結構。なんか俺ツイッターでも言ったけどさ、その政治家がもう人気になるには、インフルエンサーになるのが一番早いと思うね。今時。立花隆とかさ、それでさ、選挙通ったわけやん。で、まあ今さ、ほぼほぼもう自民党の中でさ、その、なんていうの、総理大臣をめぐるパワーゲームって続いていくわけやん。で、なんか、その、なんやろな、選挙強いわけやん。だってインフルエンサーがあれなったら。なんか、怖いよな。まあ、もともとそうやけど、その、もともとさ、石原慎太郎がさ、都知事になるとか、小池百合子が都知事になるとかもさ、まあ、テレビタレント出身の人がなるっていうのやからそうやけど、なんかどんどんそういう風になっていきそうで、ちょっとな、怖いよな。なんかやっぱ選挙っていうシステムがもう対応してないような、テレビとか SNS に。間に合ってないような、そのシステムが成長してるのに、そのテクノロジーの進化が先行きすぎてて。やばい。コメント政治の話ばっかりだった。やばい。医学部が政治家たんな。あれ？味噌。おい、医学部が政治家たんな。これ良くないな。これ良くないですね。僕たちみんなが政治の担い手ですから。医学部が政治家たんなって。いやいやいや。医学部生にも等しく関係あるからこそ政治ですよ。これ良くない考え方ですね、ほんまに。こういう人やっぱ教育していかんと。医学部生が政治家だな。お前はじゃあ何を語れんねんと。ええんかと何も語らんくて。何でも語ったらええのよ。